どうもこんにちは、キムです。今回は課題と称して、課題がニュースというお題で自分で動画を作るということだったんですけど、自分の中での今期の夏アニメのランキングを勝手に作って、紹介していきたいなと、速報を紹介していきたいなと思います。では第5位から第1位まで一気に紹介していきたいと思います。はい、第5位は不機嫌なもののけ案。このお話はある日妖怪に取りつかれた高校生芦屋花江は偶然見かけた連絡先を頼りに妖怪払いを行うもののけを訪れる。そこにいたのは不機嫌そうな主阿部の春いつきだった。訳あってそのまま芦屋はもののけ庵のアルバイトとして働くことに。阿部と芦屋の妖怪払いコンビと妖怪たちの物語が幕を開ける、こういったお話です。第4位は食撃の相馬。実家の下町の定食や雪平を手伝う日々を送っていた雪平相馬は中学校卒業と同時にある料理学校への編入を父丈一郎に勧められる。それは日本屈指の料理学校陶月茶寮料理学園、卒業到達率 10% 以下の超エリート校だった。この物語は、第2期を迎えております。雪平の今後の料理人生はどうなるのか見ものです。第3位は「あまあまと稲妻」。一人娘と2人で暮らす高校教師がふとしたきっかけから教え子の女子高生と3人でご飯を作って食べることに。3人とも料理は全くできないけれど美味しいご飯はとっても大好き、あったかくて楽しいひとときがきっとあなたに夢中にさせる。こちらのアニメのポイントは女の子がすっごい可愛いことですね。お父さんとすごい仲いい家族の仲睦まじさが見れる作品となっております。第2位は勘違いと思い込みから始まるネガティブ青春ギャグコメディ半田くん。書道の大家の息子にして自らもその道で活躍する高校生書道家半田聖。学校ではその近づきがたいプラズマから心のカリスマとして一目置かれるが本人はそれを嫌われていると思い込んでいた。こちらの作品はバラカモンのとつながっているお話で、勘違いと思い込みから始まるネガティブ青春ギャグコメディ半田くん。栄えある第1位は B プロジェクト鼓動アミサス。業界大手のレコード会社ガンダーラミュージックに新人 A&R として就職した主人公金沢翼。まるで仕掛けられた罠のように入社早々アイドルユニット B プロジェクトの担当に任じられる。B プロジェクトを担当するということは所属するキタコレ、スライブ、ムーンズ3つのグループを担当するということ。初めての仕事は一筋縄にはいかずトラブルやアクシデントが次々と巻き起こっていく。こちらの作品はアイドルのそのままの表情を表現したようなアニメです。桜がとっても綺麗で見ているこっちもキュンキュンしてしまうようなアニメとなっております。ここまで紹介してきましたがいかがだったでしょうか。このランキングはあくまでも自分の中での個人的なランキングなので、他の団体企業は一切関係がありません。今期の夏のアニメのランキングを発表してきました。これを機にみんなが夏アニメをたくさん見てくれることを望んでおります。以上夏アニメランキング速報でした。バイバーイ。